はい、考えた結果ここのちょっと細いところを伝ってって下に降りましたけど、このだだ広いところはなんだ、なんだろうねここね。まあここ下っていけば飯田ダムの方に行くんだろうけど、なんか向こうルートっぽいんで向こう行ってみましょうか。でもさ、道がないよね。だから冒険コースっていうやつがないよね。これは何？もう戻るしかない感じ？だよね。タイヤがなんか結構いろいろ落ちてるけどさ。ないよな。川だよね、どう考えたってここね。いや、あの川の向こう側にもう一本の散策路があるような気がしたんだけど、情けですよね。もっと向こうかな。これはあの瓶気になるね。わかる？この瓶。ただもう沼状態なんですよここ。多分一歩進んだらズブズブ沈んでっちゃうんじゃないかな。なんか油浮いてんね。石油でも出んのか。あ、一応ここ道路だったんだ。崩れてんだ。渡りたいね、渡ってみたいね。渡って向こうの山を向こうザーッて行ってみたいね。渡ろうか。危ねえ危ねえ。ほらほらほら、これ崩れてる。杭が土砂災害かなんかで向こうをジャンプしますか。でもジャンプしたところも抜かってたら嫌じゃね。待ってよ、ジャンプしなくたって向こうから行けるじゃん。あーダメか。お、何あれ、橋の跡。そんなわけねえか。まあいいや、ジャンプしてみるか。よいしょ。あ、抜かってるわやっぱり。んで向こう側を渡らないといけないんだよね。向こう何もなさそうだしな。さっきの瓶のところちょっと行ってみますか。いや、なんかやばいかな。サイズがでかいままだったね。よし。よしよしよし。この辺利用すれば向こう側渡れそうな気がするな。行けるっけね。
つけたね。これはあれじゃね、あれ意外に空気入ってるぞこれ。はい、ビビーン、ビビビビビン、鳴りがあります。はい、終わり。これを向こう側に渡りたいんですけど、どうやって行こうか。ちょっと待ってね、今考え中だからね。ここを渡ってそこの木を掴んでって行けばいいのか。まずここの石に足を置いて、よいしょ、置いて掴める木をやって、こう来てのここか。あ、ここダメだ、抜かる。ここか。お前邪魔やね。よいしょ、よいしょ、いけたよ。オッケー、いけたで。あとは向こうに進むだけですね。何してんだろうね。遭難するよこれ。ずるずる滑るし、とりあえず上に登ろう。お、腐ってるこれ。これいかんよ、腐ってる。よいしょ、よいしょ。あ、ここなんか歩ってる跡があるね。はい、ルートがあるね、ルートが。ここほら、危ない危ない、登れんち。よいしょ、よいしょ。ここルートだね、なんかしらの。もう髪の毛がさ、もう木がいっぱいですわ。枝やらなんやら、なんだ、髪飾りみたいになってるよ。よいしょ。結局冒険こそは何もなかったわけでございますけども。あれ？これ、外壁？石垣の外壁？あれ？そうだよね。あ、そうだよね。ほらほらほら。あれ？これ石垣になってんじゃん。わかる？あ、なってるよね。あ、じゃあここ道路だったんだ。てか上になんかあんだ。あるか？ちょっと待って。ちょっと一回止めますわ。考える。